人ですな。それあのあちらは渓谷というかあれがあの高さがないですから、はい、そうあの平らなところで、はい、槍水っていうんですか、槍水ってご存じないですか。そうですか。あの槍水ってね、はい、私なんかは昔あのお水をこうバーッとこう、はい、かけ真夏、はい、真夏にこうかけるとこう涼しくなるじゃないですか。ああいうのとかにこう試着かなんかで試着だ、そうですよね、はい、そのこと槍水って何か言う。ああそうなんですか。まあ槍水のこう形式で、はい、こちらはあの渓谷風な形でやってるということで、なるほどなるほど。ここにねちょこっとあるのはね借景としてね東山があるんです。あ山の方から水がこう流れてくるという、はい、そういうようなあのイメージ。はあ、まあ偶然になったかよくわからない。この土地がちょっとね三角形みたいな形に好きだったんですね。はあ、だから向こうからあの上地さんとかなんかどこかに書いてあるのには、あの特にねそういうことじゃなくても、その山の向こうの向こうから飛び込んできたと。はあ、景色がね、そういう発想するんですか。するらしいですよ。はあ、それでこの水をあの綺麗なんですよね。あの、はい、京都の水っていうのは。あ、そうなんですね。あれはあの琵琶湖の湖水ができた時に、はい、あのその権利をもともとその琵琶湖の水をあの引き込んだっていうことは違う目的だったらしいんですけども、その水車が落ちてないか工業的なことに使おうとしてたんですが、はい、その用がなくなって、あのこちらの方にお庭がたくさんあるんですよね。あのお寺のお庭とか、そういうところに全部引き込んだんです。で今もそういうことをやって、で今の引き込む理由はあの防火水という形で、でも綺麗です、あそこの、あずっとなんかね、そうですか、ね、あなるほど、ずっとあの引き込んだ水が流れてますよね、あの御所にね、まずはね、ああ、なるほど、あそうなんですね、そしてこの無林庵がまずはあの、京都に行ったら、どうしても見てます。小川治兵衛さんとつながりで見てほしいところなんですね。はい、ですねたくさんあの南禅寺あたりにもたくさんあります。上地さんの作ったお庭が。はあの公開しているところもあるし、入っていないところもあるし、ありますので、それとあの、疎水をね、あのやったところっていうんですか、はい、ああいうところはなんかあの見てくださいねってなんか最初から言われるんですけれども、あと平安寺もここにもお水がそういう形で入ってます。はい、丸山公園もそうですしね。はね、ここには私で、東京の方にはないんですよね。こことあの古河庭園とあと国際文化会館にこう日本庭園っていうのがあるんですけど、はここにちょっとね あのあります。そうなんです。ね、京都の方からこちらに来てどういう指揮をしたのか分かる、ね、あの指示をしたのか分からない、それであのそんなにきちんとしたあの 図面、はい、というのは残ってない。あ、ね、残ってないですね、ここの経営に対しても。あ、そうですか。あのただあの大きなあの滝があるんですけど、はい、水の、ね、滝の尾滝と目滝、そこのところをサカサカって書いた、あのあこの図面といいますか、何といいますか、それが一つあるんですけど、ね、まだ残ってるんですね。あるんですけどね、それもね、なんか学生が書いたとか、学生というどういう方が書いたとか、この上地さんがの手で持って書いたというのではなさそうです。はあ、いろんなのが残っていますし、はあ、こことてもいい場所で、はあ、ゆっくりできるところなんですね。そうですね、うん、見どころの、見どころたくさんあるんです。この不凍池はもう当時からの木なんでしょうね。あのそこね、まあ、若い木もありますけど、道ですけど、ね、そこにはスダジーっていうの、はいはい、あのどんぐり、うん、はい、あれがずっとあの植わってるんですね、両側にね。ああ、そうですか。そのスダジーは、あのここの園の中でも一番たくさんあるという形、木なんですって。関東に多い木だと木だそうです。はい、あの本当にここの道はね、あ、夏はねすっごい涼しい。あ、そうですか。なん
やっぱ関東に多い木だから選んだんでしょうか。そう、なんか特別な。なんですね、200本くらい入ってますよとかって最初言われましたけどね。はあ、そんなになんですね。だ、前はそんなに高くないんでしょうからね。はあ、そんな大きくない。そう、そうです。ここはまあ、あの紅葉の時にはモミジ。モミジあるんですね。ここ綺麗ですね。あとここは本当はあのただあのフラットな形の、あの梅園。あ、これ梅ですか。梅なんです。ああ、梅もあるんですね。梅もあります。全部ね、なんか四季折々にね、ここ見どころもある。だって夜しか来ないんでこの辺入れないんですよ。あ、そうですね。これあのおお、ほう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 、二つ先分けする思いのままっていう、ほう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 、こんな形で。おー、なんかいい感じですね。ここね、桜の木がね、2本大きな山桜があったんです。はい、ここにあるのと、今、はい、そこに来て。あらら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 。あ、この大きな、これですね。それと、山桜なんです。山桜がここ多いんです。ソメイヨシノの、あの、桜の名所なんですけど、はい、あの山桜の方がなんか何本もあるという形で、山桜の方がね、あのソメイヨシノよりも、寿命も長いし、はいはい、それから夏季らしいですね、たくさん。そうなんですね。だからっていうことだと、寿命が長くいいのに切ったってことは最初からあった木ですよね。ああ、そうなんですかね。とかそんなのが、まあ、なんかあったんでしょうね。それか雷が落ちたのか何なのか。雷落ちません。だってつい最近なんです。ああ、そうですか。うん、雷じゃなくて、この間雪が降ったって言って、そこに切ったんですかね。なんかずーっとなってたんですけど、入れなかったんですけど。あ、ね、まあ、大きな木多いですからね。最近あの、大雪が降ったりとか、びっくりするようなこともありますから。でも、あと、いいですよね。あと10分かな。20分くらい。ついちゃいました。ごめんなさい。あ、いえいえ。モミジが見事で、モミジ綺麗です。多いですね、モミジが。多いですね。はあ、いや、ね、また昼間に来ないと。いや、今日はちょっと今日というか今年は桜が全般的に早くて。そうです、そうです。いやこれが裏門なんですね。はい。ほうほうほう。これ、はい。ゴロゴロってたのがね、なんか大きな石がゴロゴロと。これがね、目立ち、枯れた木の目立ちだそうです。反対側におだちがありました、素晴らしいの。これでオスメスのメス。お客様がこうやって入ってくるときにね、はいはい、何もないってことはないですよね。ああ、なるほど。でもでそう、一応こういう形で。ああ、で、わざわざ橋も作って。ということでございます。ああ、じゃあ、お客さんをこうお迎えするもんがここだったわけなんですね。そうですね。ああ。向こうもね、今、通用門みたいですけども、はい、あの虎之助さんにはもう、向こうは正門ですけどね。はあ、その車用の。一枚板が使われているとかなんとかいうことですけど、なかなか開けることがなくて、昔開けて、まあ、10年くらい前開けてね、で、春ですね、秋もやったんでしょうか、ここにちょっとチケット売り場みたいなものを作って、それで開けたことあるんですけれど、もう古いですしね、なかなか大変に。で、向こう側は、駒込に行くにはすごく近くて、はい、いいんですけども、児童公園みたいに今なってます。あ、そうなんですね。このせいで、であのさっき言った温室はこの左側のところ、はい、ここら辺にあったんだと思います。ここらですか。あとで、あとですとか、はい、パンフレットがあるんですけど、はい、パンフレットのこう地図を見ますとね、はい、こう確実に近くになっているところがここです。ここです。あ、そうなんですね。はあ、なかなかね、昔はね、
あれですよね、あのそういう困った人には手を貸したという美談美、はあ、あちらの方も北町の方の、はい、あの広島県なんかもそうですね、あの役は岩崎県で、あの被災者とかね、ああいう方を入れたとか、あ、そうだったんですか、そういうなんか火みたいなのがなんか残ってますよ、あ、そうなんですね、はあ、あこの もみじのこの、おお、あ石灯籠が、はい、いやこの辺入ったことないんで、あちょっとこうやっぱ山というかアップダウンといいますか。ここのところはね、この間っていう、あの足元悪かったんですけど、ちゃんと埋め固めて、ああ、整備したんですね、埋め固めて、やっぱ来客が多いから痛みがあるってことなんですか ね、うん、ここが見どころで、はい、あの見晴らし台って一応言ってる、見晴らし台、はい、おお、ここも大きな木があったんで作りましたね、 あ、そうですか、ここも見どころの一つで、あの大きな灯籠は雪見灯籠ですけれども、はい、雪見灯籠っていうんですか、それで、ね、あのお庭のどこから見ても、はい、あの絵になるところに配置したという、なるほど、まあ向こうの岸からしかこれまで見たことがなかったんで、あのちょっと反対側から見れてちょっと嬉しい、そうです、本当に、あこの辺もみじすごいですね、で大きいから目立つんですよね、絵になると言いますか、でそれでここはですね、はい、その枯れた木の、はい、小滝の枯れた木なので水源を表してまして、左側でここから水が流れて、はー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 、あの五郎大石というちっちゃい石なんですけど、はいはい、この石がこう蛇行して、はい、滝があって、ザーッとあの水が流れて、水あの海の方に流れていくという表現を全部してるんです、はー、素晴らしい、あのあとここ15の15ある灯籠、15ですか、15相当っていうんですけど、その15積んでるのは珍しいそうです、あの13とかね、そのくらいあるんですけど、15って、これ15数えると14しかないんです、ちょっと落ちてるんですけどね、あ落ちてたんですか、え何かで落ちたんですよね、落としたんだと思います、それでこれが15世紀、はい、こんないろんなね、あの灯籠がここにあるんですね、何かね、あの落成記念に虎之助さんに贈られたものって、ということで、その大きなのがね、何も大きいじゃないですか、あんなのがあるのは、だからあの上地さんね、はい、お庭でもってこう配置とかそんなのにすごい苦労したり、そこから見えるのはあれはね、あなんかありますね、あれがね、あの濡れ詐欺の中灯籠っていうんですよ、はい、濡れと詐欺、あ漢字が難しいですね、濡れと詐欺って書いてあるんですよ、あの、はい、灯籠の火袋のところに、はい、これ火袋、これはちょっとあの日本人だとさささっさっとこう頭に入るようなですよね、あのお寺によくある、あの奥の院型灯籠っていうんですけど、はい、ね、でこの火袋の濡れ詐欺って書いてあります、おそのところの中大のところに、12支、はい、がこの向こう側にありますし、凝ってますね、いろんな灯籠がね、何種類かの灯籠がありまして、お茶室がちょっとあるんですけど、はい、そこのところにもこう変わった灯籠があります。凝ってますね。凝ってます。なんかでもここまでね、なかなか見えないように。いやいやいや。ここはね、一人ずつなので、ちょっといつも危ないです。ああ、なるほどなるほど。それで右と左ってなんかちょっと。あちら側から水が流れてきて、はい、そこでもって、ここで滝で、滝にこうね、水が流れてるような、水漏れの石とか言うんですけど、このね、流れて浸食したような石を使ってますし、名前があるんですね。あるらしい。はあ、こう落ちて、そこを流れて、なるほど。石の仕方もね、
小さな五郎台っていうんですけど、それも何か奥の方がこう高くしてあったようなんですよ、前には。今これ一つずつ洗うというので。あ、そうなんですか。職員さん洗い出したからって綺麗になったんですけど、前は真っ黒だったんです。で、黒くて黒舞台でね、はっきり分かったんですけどね、だんだん分からなくなる。あらら。でもね、あんな日なんか見えませんでしたか、ここで綺麗になってなかったか。そうだったな、ね、いや、説明を聞かないと。青石とか、どこどこの青石とかね、はい、どこか、ここら辺のはなんか、玉石がある。あるそうです。御影石とかね、はあ、どこどこのってあるそうですよ。いや、この、まあ、溶岩なんかこの大きな石なんかもなんかすごく高そうな。そうですね。どこから取ってきたの。ええー。わらび手っていうのがないんですよね。わらび手。わらび手。ね、奥の鋳型の灯籠にはわらび手っていうのがありますよ。ちょっとキュッキュッと。ああ、本当だ。ね、なくて、傘になってる。カニが何かこう羽を畳んでるようだと。あれ濡れっていう字ですよね。濡れてありますね。五島美術館、はい、のがあるんですけど、そこにもね、お茶室の前にこういうのあります。でもちょっと小さいです。ほう、ずっと小さいです。でもあれでも大きいなと思いましたけどね。はあ、結構広いですね。いや、広いですね。一応新人家です。新人家って結構こう心でしたっけ。そういう心ではないけど、こうただ丸じゃなくて、こう変化をつけたことによって広く見えるっていう。ほうそれと、これは中洲っていうのはついてるんですけど、はい、中島っていうんですか、はい、中島についてますね。そこの中の、松はお松ですって、男の松、はい、硬いんですね、葉っぱがね。ほう、冬は雪すりしますし、うーん、雪すりってどこでもってライトアップでしたかね。雪すりはしてませんよね、まだね、秋だから。ええ、雪釣りは見たことないですね。ここあ、やってんですか。やってるんです、一応飾りにね。あ、見たいですね。勝負がちょっとか、その花勝負があるのか。あの辺ですね。橋ですけども、ええ、岩ですね。向こう側は一枚の岩を二つにして、はい、筋違いにして。おとても見どころなんですけれども、はい、ちょっとガイドはそこは行かないでってことなんですが、はい、ちょっと狭くて。ああ、そういうことですね。危ないという形もあります。落ちたな。ここからご覧ください。素晴らしい。おお。あ、これは枯れた木。これはどこでも見れないと思いますね。なるほど。これだけ広く。あ、この奥行き感がなんとも、こう、うねりを送る感じ。っていうんですか。はあ。ちょっと下にね、行ってるような。ちょっと上にもこう行けるような形でなって。はあ。で、大きな灯籠が。灯籠があって。灯籠の前にはなんか前石とかそういう石を置くそうですが。そういうもんなんですか。正しいです。はあ。いや、そういう常識は全然ないもんですから。よいしょ。はあ、いや、あっち側からは何回か撮ったことがあって、ね、普通の普段のあれの方だったら入れるんですよ。まあ昼間はですね。この中ね、この中はね、入れないです。今は、住人の方は、古川さんたちはここの中をね、はい、入ってたんです。あ、そうですか。おー、こんな感じなんだ。おー、ほー、ほー、ほー。あ、これも紅葉が多いですね。今グリーンだったんだけど、とてもそこからのなんか形が、何芝って言ったかって、茶帽芝。
シャボヒバか。ヒバ。シャボヒバという木だそうです。枯れてるような木だけど、ちゃんと生きてる。おお、いやこの凝ったあれがですね。なんかそこら辺から浮世絵に出てくるような。確かに。確かにです。そう言われてみれば。ああ。出る。あ、ああ、すごい。よ。これは赤松です。赤松。今度は向こうは黒松ね。黒松。ほう。赤松で。はい。この意外と痛くないんです。あ、柔らかい。柔らかい。柔らかい。赤松はこういうんだそうです。ここに多いんですね。黒松の方は海。あ、そういうものなんですね。しかしこの生え具合がこの凝ってる。なかなかここも お庭の見どころの一つで、で、なんかちょっといいのよ。はい。よろしいのかな、後ろからね。はい。下がってみます、ね。はい。さっきの、ひざじ？はい。ひざじがこう、山みたいになってるんです。あれが。なるほど、なるほど。で、楽器を作ってます。人気のところです。日本庭園っていうと、ここで、テレビの方たちがなんかね、そういうもんなんですね。やってますよ。いや、日本庭園の見方なんて、全然知らなかったんで、ああ、すごく、面白いです。その、借景っていう言葉も、初めて聞きました。そうです。それでね、上地さんは、こう木にね、主張させないように、自己主張させないように、こう沿って地面に沿ってこう低く低く抑えた形 の、はい、植え方、植え込みをしてたようです。育っちゃって、でもね、切った方なんです。で、切ってまた生えてきて高くなるんですけどね、これは高くなる。さつきじゃなくて、まあそういう通じの一種なんですね。ね、ああ、じゃあ、あの辺はもうまさにその低い感じで。大丈夫ですけどね、これすごく大きくなる。ああ、でも大きくなると見事です、咲くと。あ、そうですか。綺麗ですよ。5月ぐらいですか？6月ぐらい。少し早いですからね、今4月ですから、5月になれば咲くんですよね、普通だと。あ、早いかもしれないと。今年はね、もう4月からあんなに、もう。いや、桜がですね、千鳥ヶ淵が4日早かったんですよ。で、なんか皇居の周りの八重桜、なんか1週間くらい早いんですよね。早いですね、もう咲いてますでしょ、もう。いや、そうなんですよ。そうです。あれ、1週間違うな。だから常識が通用しないんで、もう、見逃してしまいそうで。で、それなくても、こういう。海外の方ですか？こっちからって出られます？出られません。あ、もうあそこからしか出ないんです。ありがとうございます。いつかあそこの裏門から出入りできるのがあるといいですね。いつの日か。そうですね。これです。12日の配置。おお。どこかに住められる。ああ、なんかありますね。ありますよね。私もね、タツなんだけど、どれがタツかわからない。こっちの方にありそうなんです。タツ。ネズミが向こう側なんですって。だから向こうが正面ですって。多分ここから見て、一番右がその、タツというか竜の頭のような気がしますね。タツミですか。タツミ馬。その左羊なんでしょうね。ちょっと分かんないですけど、蛇が分かります。馬も分かります。あ、蛇馬ね。まあ竜かどうか分からないですよね。凝ってますね。いや、普通もう先生このぐらいに高そうじゃないですか。そうです、ね、お寺とかありますけど。はあ。お茶室でね。おお、お茶室ですね。お茶室あるんです。不定期に開けるんです。はあ。これが
鈴石泉の。ああ、どっかで見たような。っていうかさっき見た今度はあの今はゾゾメドっていう形じゃないですけども、はい、まあ、あの石を立てて、はいはい、崩れそうでも崩れないです。はあ、はあ、金目の石がね、こんな高かったですね、こんな風にして、うん、ところとか溶岩のなんか入ってます。ああ、なんか これそれっぽいですね。もうこれずっと向こうまで続いてます。はあ、素晴らしいです。ここに書いた崩れ石。ああ、はあはあはあ。京都で発達した。はあ。なんか小川家の力作、ここでも。うーん。あ、ここが切っちゃったんですか。なんか見えますけども。あのお茶室もコンドルが建てたとか、あのでも上地さんだと思います。何か上地さん あの痕跡がたくさんあるっていうことを。ああ、まあこっちの庭園の方ですからね。京都 あのから来て、はい、あのちゃんと見てくださる先生がいらして、はい、ここにはこういうあるとかってあのおっしゃってました。なるほど、やっぱ専門家は違うんですね。専門家は違うんです。あ、まあ、というかあの素人が素人って過ぎると質問もできないくらいの。はあ、ここも本当によく綺麗に見えるよね。ただね、水がね、はい、循環はしてるけどろ過はしていないので。ああ、もうこんな感じなんですね。いやいや、あ、ここはあの、はい、春バラの夜間ライトアップもここ辺まで入れるんですよね。そうですね、この辺りまで、はいはい、こう撮るんですよ。と手ぶれするんですね、写真撮っても。そうですよね、なかなか。そうですよね、夜。あ、それでね、あそこのさっきあそこの、ええ、あの枯れ先ありますでしょ、ええ、あそこでもってここの水の音が聞こえるって言うんですよ。水音がこの滝の。確かに静かな冬の時なんかは聞こえて、さっき聞こえたのが耳すまらなかったのでだったんですけど、あそこから聞こえるという、あの子供水の滝音が、ね、聞こえる。でもこの水は水量がないので、はい、あの今は、はい、夜は停止してます。あ、やっぱポンプかなんかでこう。あ、そうですね。あ、それはあの古川電工の最初からね。はいはい、で向こうの中にも、あの滝の中にも目滝っていう滝で、はい、あったんですよ。今もう水は流れてないんですけど、その滝だけはこうあります。あ、そうですか。あの水の流れって音は結構よろしいでしょ、はい、音が聞こえるというのは、あの水のそこのところに馬蹄系の、はい、あの置いてあるというの、それに当たって、はい、あの音を良くするという工夫もされているんだそうです。だからこういうあの音が、あ、聞こえるんですね。あの、まあ、3段くらいにこう当たって水が流れてくるんですけどね、まあ、日光には思い出があったから、あの、はあ、音を考慮したなんとかの先じゃないと想像してやってくれたのかなとか、あの騎手さんのね、はい、思いを組んで、はい、あのするんですよね、あの施工なさるそうです。はだから、あの上地さんもそういうところをね、あのお子さんがいなかったので、梅滝と大滝、はい、それも枯れ滝とあれをやったり、はい、なんかしたのかしらっていうような、まあ、想像なのか本当なのかっていう。ああ、なるほど。でもなんか説得力があるような。そうですよね。はい、でここまで大きな木があったんですけど、ああ、なんか切り株ありますね。うん、あのつい最近切ったので、あら、あれぐるぐるぐるって回ってるのは日よけだそうです、はい、あまりもう木があったので、あまり日が、ね、当たらなかったのに、あ、急に当たっちゃったので、ああ、保護をしているという。あ、そんなこともあるとあるんですね。いや、そう、いや、そういう植木というか植物も疎いもから。いや、私も全然疎いんですよ。いやいやいや。発見とね、あの、ご案内できませんけど、はい、そういうようなことで、ここは、あの、四季折々、夏はさて涼しいし、あの、紅葉もあるし、という形で、
ここで楽しんでくださいというところです。なるほど。もっとね、水量多くて、ね、左側の方から水が流れてたっていうんですね。あ、そうですか。だからもしかすると、あの、そういうふうにして、いつかするかもしれませんけど。あー。なかなかね。まあ、まあね、大変ですから。ええ。あー。左側の方からこういうふうに。あさあ、そこからあのさっきの15層とか50の塔に見えるとか。ああ、そうですね、確かに、ね、塔がね見えるとか、はい、でも、まあ、ここまで、あの夜入ると綺麗ですよね。そうですね、全然違いますでしょ、夜と昼、景色が。夜は割と見慣れてるんですよ。あ、そうですか。春バラライトアップの時の、そうですね。で、ここまではこの辺、あの春バラの時はの夜は三脚禁止なんですよ。あ、そうですね。で、立ってますしね、ここに、ね、だから、あのこの辺にこう置いてこうやって撮るんですよね。そうすると、あの止まった絵が撮れる。どうしても手ぶれが入りがちなんで、だから結構この柱は人気。あれ、亀がいる。この石の上まで登ってきたんですね。ああいうとこは好きなんですね。いや、結構急な坂かなと思ったんですけど、根性がある。ああ、抜けて見どころが一つ船着き石っていうのがありますね。はい、はい、それで、あのバラ、いつもバラのとこの、はい、ところはなかなか通れないですよ、いっぱいでね。あそこまででもう私日本庭園の説明終わらせていただきます、はい、すいません。そこでもずっとあの文字です。だからこう綺麗でしょ、あのブロック、ま、あの、周りもね、ああこんな感じなんだ。こんな感じなんですか。いや、ここも、ここ初めて入ります。結構何回か来たんですけどね、夜に。主に夜なんで。ここがね、船着き石って、なんかあのここにあの見どころなんです。はあ、船着き石、なんかね、あの青石とか、はあはあ、鞍馬のなんとか石っていう平石、はあ、いい石が2つあるそうです。あ、特別な石なんですね。運んできてるんですね。だから向こうにね、あのあれがなかったでしょうしね。ああ、でしょうね。実際船を浮かべたりとかどうなんでしょうね。でしょうね、船はね。ただ手入れの時はなんか入らなかったですね。まあそうですね。次回の。あ、そのはあ、あの見どころになってます。あ、その何ですか。もしあれでしたら、ここで、あの下の方にいらっしゃるのでしたら、ここでもよろしいし、あそこまで行きますか、あそこまで行きますか。特別はあそこは、あの黒木石の実の説明しかありません。あの、すぐ下ですから。ああ、はい。あ、せっかくなんで、その。そうです、いいですか、はい。いいですか、はい。おお、あ、こんな感じですね。渓谷の下ね。おお、おお。流れ。おお。すごいですよね、やっぱりね、あの作り方が。あ、やっぱこうくねくねしてるのが、なんかいい感じで。ここにもあれが、ね、木がこういっぱいあったので、はあ、全然見えなかったんですけど、よく見えるようになって、これ説明しなきゃいけませんね。これから説明しなきゃいけませんね。はあ、あ、ね、石のね、あんな綺麗な石が。ああ、で、ここに来るんですね。来るとこです。水溶岩が見えて。で、この階段のところは、いつも人がいっぱいです。もう人気のね。そうそうそう。あそこから撮ればね。これぞ、あの、古川庭園っていう感じですので。夜はだいたい2、30分待ちますね、あそこで。あ、そうですね。なかなかね。シャッターチャンスないです。この、あの、黒いのが、僕、溶岩でもって、土留めでもって使ってますけどね。あ、あ、ここずっとあります。おお、これも。昼間に見るとこんな感じなんですね。これ、あの、関東風でそうです。
だ関東ではよく見られるあのこういう溶岩でね、はい、あのこれまあここは土留めですけれども、はい、こういう風な形でもって土をこう埋めていく、はあはあ、そういうことがたくさん見られ各所で見られます。あ、そういうもんなんですか。知りませんでした。関東ではたくさんある。なんか関西ではこういうの使わないでもってああいう石を見られているんでしょうということです。まあ、きっともし関西でもってこういうの見たら珍しいのかもしれませんね。ああそういうもんですか。いやもうものすごい素人の中の素人なんでですね。ガイドを務められてるじゃないですか。勉強されて説明できませんでしたけど、いや素晴らしい。また、他でもって、あこういうガイドもいたけどもっていうことで参考にしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあここで失礼します。はい、どうぞ行ってください。はい、第二の方ですね。